で続きまして質問、板の盗難に気をつけて厳重に鍵をしているんですけど、タッキーさんはどのように盗難に気をつけていますか。はい、盗難はですね、まずあのワイヤーロック、これが一番手頃で手軽で、重要だと思うんですよね。でワイヤーロックの付け方に関しては、ワイヤーロックってスノーボード用でいいと思うんですよ。もうあの本当はね、あのなんかあの自転車用とかバイク用とかを使ってる人もいるんですけど、僕はそこまで持って歩くのがまず無理なんで、あのいっぱい動きますから軽くないとダメなんで、ちっちゃいコンパクトなやつ使ってます。でそれをあのバインディングに通して、一人の場合は板を立てかけるバーありますよね、ゲレンデ行くと、それに一緒にくくりつけてあげる。でそれで持っていかいけなくさせる。で人数が多いときは、何人かの板を抱き合わせて、ね、背中合わせ、ソールデッキソールデッキソールデッキっていう風に組み合わせて、ガシャッとその鍵で、一緒につけておいてあげる。でそうすると、あの持っていけなくなって持っこういう風に持たなきゃいけないですから、そんなの、ね、明らかにおかしいじゃないですか、ね、で周りが、そういうのは持っていけなくするので、そこでどうにか防止させるっていう形にはなってきます、ね、でそれでもねしょうがない、あのワイヤー切られて盗まれることもあります、こればっかりは、ね、なのでそれはスノーボード保険に入って盗まれた時の、盗まれてしまった時に、しっかりと保険が効くように、準備しておくのが、大切なのかなと思いますね。ね、本当はねこういうのはね本当に盗まれないっていうのが一番大切なんで、盗まれない、盗む人がいなくなるっていうのが一番大切なんですけど、こればっかりは僕たちがどうこうしてもならないね、モラル的な問題なので、この世の中にはそういう人たちが絶対いるので、自己防衛していくしかないですから、まず鍵をする。でそれでも盗まれてしまうために、ちゃんとスノーボード保険、盗まれてしまった時に、ちゃんと保険金が下りるように準備をしておくっていうのがいいのかなと思います。はい、ちなみにすいません、僕、スノーボードの板まだ盗まれたことがありません。